あやかしには理由があって現れるものや理由もなく現れるものもいて、摩訶不思議な存在です。今宵のあやかしは理由があるのか、または理由がないのか、一体どちらなのでしょうね。なみちゃん、今日も上がっちゃっていいよ。はい。エプロンだけもらおうね。ありがとうございます。うん、ありがとう。はい、初出勤お疲れ。お疲れ様です。どう？やってけそう？はい。よかった。明日もよろしく。はい。お疲れ。気をつけて帰るよ。ここってこんな寂しい道だった。昼と夜で雰囲気変わる。え、何？キモ。不思議な話ね。気づいたらいなくなってて、ちょっと不思議ですよね。うん、幽霊かもよ。え？やめなさいよ。提灯持った幽霊なんていないわよ。そうですよね。うん、ほら早く並べちゃって。はい。ここ通るのやだな。何がしたいの？背書きの変態？何か言いたいことあるの？なんかだんだん腹立ってきた。いい加減にして。嘘。
消えたの。はい。あかん、それは幽霊だ。そういうの言わないでください。もう無神経ね。安心して、幽霊ではなさそうよ。実は私調べたの。本当ですか？何か分かったんですか？いつの間に調べたんだ、さすが瑞希ちゃん。あんたがフラフラ遊んでる間よ。いや、遊んでなんか。確か提灯持った赤い顔よね。はい。多分だけど妖怪。妖怪ですか？提灯小僧っていうの。まあ詳しい伝承はほとんどないんだけど、何するわけでもなく誰かが殺された場所に出てくるだけの不思議ちゃん妖怪みたい。殺された場所。うん。それも普通の殺しじゃなくって、かなり理不尽な殺人みたい。どういうこと？さあ、それ以上私もわかんないけど。出てくるだけ。ただ人を追い抜いて見てるだけ。変な妖怪だな。ね。事件と関係ある人が化けてるの？いや、妖怪と殺された人とは関係なさそうな感じだったけど。なんだいそれは、ますます変な妖怪じゃん。ほんとよね。まあ何もしないんだし安心して。はい。妖怪ね。さあ、いただきましょう。はーい。仕事。あんた妖怪なの？聞いてるの？怪しに用でもあるわけ？死んだ人のところに現れるなんて悪趣味よ。右足だけは速いんだから。面白い。追いかけると消えるんだ。多分曲がり角にある街灯から次の街灯までの間に出没して、勢いよく走って近づくと消えちゃうんです。何の役に立つ妖怪なんだろうね。本当です。怖がって損した。お？言うね。はい。そういえばマスターどうしたんですか？あれね。いいのいいの、ほっときましょ。あれ、いない日もあるのね。それともどっか行ったのかな。ないない、ほらし。ありがとう。そこ置いといて。はい。そっか、昨日は出なかったのね。このまま消えてくれたらいいのに。ほんとね。そろそろ終わる時間なのにマスター来ませんね。ああ、体調悪いって言ってたからこじらせたかもね。風邪ですかね。赤だから風邪はないでしょ。水木さんひどい。まあ今日は暇だし、適当にやって早めに帰っちゃおうか。はい。じゃあ片付けだけお願い。あ、奥はいいよ。そこら辺だけ片付けといて。はい。適当でいいよ。わかりました。じゃあ電気消すね。水木さん、あれ。あれってどれ？見えないんですか？何のこと？何が見える？何でもないです。
けどな。提灯小僧、確かに意味不明の行動を繰り返すおかしな妖怪です。でも時と場合によっては深い意味が見えてしまうこともあるようです。